まあ、この足の上げ方が、ね、どうなるのかね、まあ、今本人はこれが一番いいというふうに納得してやってますから、あとは実戦で結果が出るかどうかですよね。まあ、納得プラスそんなにまたすぐに変えられるもんじゃないかなと言ってましたけどね、はい、まあ、WBC の中で立浪、まあ、コーチなどからこういろいろ助言があって変えてきました。ただ WBC では通算2打席、その前の練習試合含めてもほとんど立てませんからね、はい、基本はまあダイソー要員という感じで先発もゼロでした。ストレートちょっとタイミング遅れました。ファールボール。昨日のゲームでは第1打席でセンター前ヒット。まあ、できるだけこう前の方でバットはさばきたいという形の足の上げ方だとは思いますけどね、柳田とはまたちょっと違う足の上げ方ですよね、ライトへ。これは頭上をはるかに超えた。フェンスに当たります。二塁ランナー星川も帰ってきます。二人ホームインで同点。いやこれは結構距離も、はい、距離も出ました。まあ、これで結果が出てますから、当分これでやっぱりやってるでしょうね、はい、それこそ落語ドームでなければこうホームランかというね、そんな感じの打球でした。まあ、体重移動がしっかりこうできてますから、で少し開かなくなりましたからね、はい、どちらかというとこう伸び上がるようなバッティングがなくなってますよね、まあ、しっかり打てましたね、はい。まあ、あとは実戦でこなしていくだけですよね。野手に関してはこれ WBC 組はまあそれなりにみんな結果残してますね。そうですね、まあ、そんなに心配なくシーズンインはできそうです。